はいどうもケンジです、よろしくお願いします。ということで今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、まあキングが来たことによってね、まあいろんなキャラクターたち、まあゲッターが特にね、もうめちゃめちゃいいじゃんっていうところで、まあ今回ね、ゲッター最強決定戦やっていきたいと思います。まあ個人的に、まあ使ってて、まあ一番どれが良かったのかっていうのをね、まあ最後に、お話ししていきたいかなというふうに思います。まあ今回一応こちらキング、シケ、レイリー、ヤマト、オデ、もう代表格ですよね。はい、このキャラクターたちを使って、まあやっていきましょう。それでは行きましょう、レッツバトル。はい、それではですね、まずはキングとシキ使ってやっていきたいと思います。もうキングに関してで言うと、もうちょっとね、もう皆さん分かってると思うし、まあ動画もたくさん見てると思うんで、まあ 2,3 周ね、飛び回って死にたいかなというふうに思います。 OK、 まあそれで頑張っていきましょう。はい、まあ、ワノ国ね、もうこのディアタはもう正直もう最初いらないんで、マジであの B か C 欲しいっていうところで、ここゲットしたい。 OK、 さあこれでゲットできた。 OK、 まあ OK、 OK、 いいね。んでここアタッカーは、あ、ちょ、ウタちゃんがあそこも戦ってるけど、うーん、やばいね、やばい、ちょっとアタッカー来るのを待ちましょう。さあとりあえず、いや無理か、あー無理だったか、まあまあまあしゃあない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 。うーん、でちょっと待って、これキング剥がせる、あー待って、夢の日が邪魔してきた、マジか。さあまあとりあえずもういっか、じゃあもうキングはとりあえず、バックトゥーザフューチャーエボリューション。オッケー、いやーやって、カモだ、回避使ってもだから死にました。はいはい、スメリフィー強いよね、今の環境ね、本当にいいと思います。さあまあこんな中、じゃあシキはどうなの。キングは皆さんね、もう余裕で使えるのは分かってると思うんで、じゃあシキの強さを見せていきましょう。はい、オッケー、さあオッケー、ワン、うん、でワン、オッケー、ナイス、オッケー、でからのバック、オッケー、うん、でこっちキングだね、オッケー、さあやろう、オッケー、んでここ、んでワン、ツー、スリーと、サブオッケーオッケーオッケー、さあこれで取り切れちゃう、あの瞬間移動だけね、瞬間移動、おーナイスナイスナイス、飛びで、いきなりこれはふざけるな、オッケーで、イメルヒオッケー、はい、回避使って回避使って回避使ってほしい、オッケーナイスワン、ツー、オッケーで、裏倒してくれたね、ナイスナイスナイス。さあこれちょっとユメルフィにあげようか、旗、うん、体力ちょっと削れてるね、よしよしよし、うんで上げて、さあ前線上げましょう、うんで、あい、うわこ、あやべ、よしいやナイスナイスナイス、キング吐き消してくれたね、オッケー、さあこれで動き止めていこう、うんで、はい、おー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 、俺か、よいしょ、うん、やばい、でここでワンツースリーと、でここいる、あいるね、まだ、うん、ちょ待って降りよう、はい、で一発二発、はい、でカウントないからね、もう強気で、はい、ここオッケーナイス、ワンツーオッケー、うんで、ここにもいるね、もう一体いる、よいしょ、待って、でまとめてかかる、しんど、オッケーナイス、でこのままナイスナイス、ダブダ、オッケー、もうこのまま任せましょう、うん、いやいやいいですよね、やっぱ式ね、オッケー、さあ割合ダメージがまだまだね、環境に刺さるからね、さあこれでレイジ消えた、オッケー、赤犬さんナイスナイス、いいね、さああとはちょっとミリなんで残波1回ぐらいして死にたい、オッケー、うんね、オッケー、あとはね、まあね、これ死んじゃってもね、裏がね、まあ本当はあんまり死なない方がいいけど、ただ後ろはプテラノドン先輩なんで、いつでもすぐ駆けつけるじゃん、まあそういうなんでね、はい、心配しなくても、まあここはちょっと取れないね、んでプテラノドン、あっ消えたんだけど、なんで、あまりにも俺のプテラノドン高速すぎて駆けつけたら消えちゃいました、はい、まあここも大丈夫ですね、はい、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 ワイドアーオッケー。はい、それではですね、続いてヤマトをやっていきたいと思います。 OK、 行きましょう。あーんと、待って待って待って、初期はもうなんで、もういいや、取っちゃおうはい、さあとりあえず、行きましょう。まあここはもう置いといて、さあとりあえず真ん中は、あ、ちょっと待って、そうだね、ウタちゃんがね怖いよね。さあとりあえずウタウタ出てるんかな、ワン、はい、でワン、ツー、オッケー、はい、ワン、ツー、はい、ワン、オッケーオッケーオッケー、歌をやれてるのはでかい。さあ、うん、でカウンター、あれ、あー手前すぎた、まあでもとりあえずオッケー、結果のオッケーなんです、一回逃げましょう逃げましょう、うんで、もう逃げたらいいからね、あと歌ちゃんあれミリだね、いいですねいいですね、さあここ取れていく、でかい、さあで、あ、 D も取れたらでかいですね、さあ、いけるか、いやナイスナイスカウンターで、溜めて溜めて溜めてからの解放、オッケーで回避、うん、あれ回避つか、オッケー、まずよし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 、任せた俺はこっち守ろう、んーで、さあ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 、キングさんね、キングさんはもうほんと、もうヤマト強い強い、ヤマト強し、ヤマト強しという感じで、はいはいはい、でんでくそ、あー、かしそう、間に合わんかった、うん
で、ああ取られちゃう取られちゃう取られちゃうけどもこっちのブーストが来ちゃうんでね。よしよし倒してやろうこのキングは。はい、でアイパス、でうわうまい、はいからのアイワンパン。はいはいはいと、ヤマト最強と、で、あっちも取られちゃった。さあ、いけるか、ナイスナイス、で、はい、ライン目、OK、OK、ナイス、で、あと一発ね、あと一発、あと一発、はい、ワン、OK、OK、OK、強いね、マジで、ヤマト強えわ、で、まぁ、あ、ちょっと一回ゲージ貯めておこう、まぁ、あ、ゴドリは成功ならずでも、まぁ、あ、全然いいでしょう、もう一回ブースト来るね、で、さあ、そこに、ドフィが来たんかな、今、ドフィですね、はいはいはい、ワン、ツー、で、からの、ナイスステラノドン先輩はいでカウンター、オーケーバイバイと、さあとりあえずあそこにウタちゃんがいる、ウタちゃんだねからのよいしょ、あちょっとウタ、いやまたウタいる、ちょっと待って、いやもうその距離はエグいです、いやエグいな、やっぱさすがウタだね、もうほんとゲッタ止める天才だよ俺マジで、で、こっちもウタ出していきましょう、さあオッケー、さあ敵ブーストいなした、オッケー、で夢の日怖いな、でもはい、でワン、ツー、はいよいしょ、うわー当たれた、くそー、で止めれるかな、止めれる、あー無理か、よしよしオッケー、でからのワパン、あ、ワパン敵がタグいくぞごめんごめん、1残るわ終わった、いやでもその間にそこ取れた、ナイスナイスナイス、ありがとうありがとう、ナイスナイス、で、あとは最後ヤマトでどっか守りに行こうか、で、やばいね、あそこガラ空きたね、ガラ空きになって思ってる、ガラ空きになって思ってる、あー大丈夫か大丈夫か、で、そっち行ってくれたみんな、じゃあ俺ここ守ろう、オッケー、で、よしもう大丈夫大丈夫大丈夫、もうこれはさすがに取られませんと、大丈夫だね、あオッケー、ありがとう、それではですね、続いて分かれ入りやっていきたいと思います、はい、まあ青環境復帰ということでね、真っ先に名前上がってくるのは別れ入りだよね、はい、ということで、まあ、別れ入り使って頑張っていきましょうか、さあとりあえずねちょっといろんなキャラと、あ待って弱い、いきなりこの懐かしい光景、別れ入りタイマンですね、はいはいはい、あ考えてることが一緒すぎ、はい、さあとりあえずよろけ外されてしまったんで、剥がしにかかりたい、はいってことで、アイバンって、 OK ナイス、これでよろけ外れましたね、 OK いいですね、さあ OK 上がりざま、ワン、はいという、はい OK でワンって、 OK ナイス、もうこれやれますね、 OK 強襲気をつけよう、アイバンって、 OK、 はい、まあ一応ね、分かれ入り使う時のお前俺はコツっていうか、ジャスカイを意識しすぎないこと、これマジ大切、分かれ入り使う時の、まあ正直ミセプの一種だからね、あのジャスカイっていうのは、なんでまああんまりジャスカイ意識しすぎないことが分かれ入り使うにあたって、まあめちゃめちゃ使いやすくなると思います、はい、さあじゃあこのキング、ちょっと一回キングタイマーやりたいね、さあこれ、ちょっとやりましょうか、赤い犬じゃ荷が重いんでね、これなんかが、あ、これ裏だね、はい、オッケー、はいはいはい、オッケーと、で、このままやっていきましょう、で、はい、1、2、オッケー、で、はい、ザッザッ、オッケー、ナイス、で、プテラノドン先輩が怖い、よしよし、オッケー、で、最後はこれで綺麗に決めましょう、オッケー、さあキングもやれちゃう、この分かれ入りどうですか、皆さん使いたくなりましたか、いや、それ分からん、ちょっと待って、分からへん、じゃあ使いちゃうんかい、なんやん当たり判定どこやねんそれあかんな、歌来たな、歌来たな、これはちょっとユメルフィ先輩に任せていこう、で、あーナイスナイス、スキル1出たのはでかいな、あれ詰めて、冷たいね、あー待って、あー帰っちゃうか、待ってどうしよう待って怖い、ほんまに怖い歌じゃん、あーちょっと待ってそこ聞いてるそれ怖いんだってマジで全然食らわんしさあ、いやこれ2対1いいんじゃない、 OK よいしょ、でスキル1、いやもうあるなさすがに、いやあぶーよいしょ、 OK さあバーンツー、 OK でバーンツー、 OK ナイスからの、はいジャスカイ、うわーマジ矢が思った以上に遅すぎた、待って、はいはいはい、わからんそれはそれは OK ナイス、で、ここウタちゃんね、よしよし、これでやれるやん、いや、あかん、やりきれんか、マジか、待って、ちょっと待って、どうしようか、いや、これ逃げらんかった方がよかったな、いや、待って、くそー頼む、あとでも、あそこな、虹守ればいいんじゃない、あ、まるこっちか、こっちか、いや、じゃいける、いけちゃう、頑張れ、まるか、それ、くそー
ナイス。それではですね、ラストはおでんやっていきたいと思います。さあそんな中シャンクス2枚はちょっときつい。まあ本当にね、シャンクスがねもう本当嫌だよね、こういう時ね。まあプテラノドン先輩使ってる時はもう全然怖くないんですが、もう本当にもうこのおでんを使ってる時のシャンクスは本当に嫌ですよね。さあとりあえずルフィやれちゃうか、やれちゃうか、やれちゃうんだったらやっていきたい。さあでよし行こう。ナイス。でここ握っちゃう、握っちゃう、あーやばい。ここオッケーナイス。ワンワン、一回距離取りましょう。これんで裏空いてるんで裏を取りに行きたいですね。さあ空いてます、空いてます。待てプテラノの先輩早すぎませんか。ちょっと待って、ここジャスカイ、オッケーナイス。ワンツー、はいでワンツー、オッケー、ナイスフォローじゃないこれ、めちゃめちゃ神かかってたの今の。はいオッケー、でここ取りに行きたい。うわー吐き状態中、マジファック。はいここ、うわーそのフェイントやめてください、飛びてー。オッケーナイス。はい今度は俺が飛ばしてもらいます、いただきます、ごちそうさま。さあストリックは作る位置ですね、です。さあちょっと待って、ここも怠慢しても無理なんで、プテラノ先輩に任せましょう、ここは。うんよし、うんうわはいここシャンクス怖い、ちょっと待って、ちょっと待って、裏行きたいけど裏固まってるな。さあまあガンモドキワンチャンブーストでワンチャンワンパンできる。あ行ったね行ったね、待ってそこワンパンいける、はいワンパン。待って知らへん、嘘でしょ、お前らどんだけ硬いね、マジ気象すぎ。ちょっと待って、いやくそー、もう無理だ、こうなってしまった。ガンモドキがない時のおでんのシャンクスはまあ本当にきつすぎる。ちょっと待って、本当にスキリッチやめて、本当にやめて。酒のおとぎになればいいこいつ強すぎねほんま。よしやられたらやり返す、倍返しじゃん。さあ私をシャンクスでボコボコにしてあげましょうか。さあ皆さん頑張って肌取って、よし突き突き、オッケー突き突き、オッケー。さあ次の突き突き、あくそ、ナイスダンパー、ナイスダンパー、どこに売ってるこのスケロイチ、この思い君に届け。よしワンツースリー、あくそくそくそ、こうやめて、よいしょナイス、オッケーワンツー、はいんでよしよし、カウンター出たらもう君はもう怖くねえんだ。よしワンツーオッケー、ゲッター潰せ、ゲッター潰せ、ゲッター潰すのが今の俺の仕事だ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。あ待って、あそこお手に取れる、よしよし、いいよいいよ、ナイス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 、取れるじゃん、あ取れ取れちゃえ、取れちゃわないか、よし貝使い、よし貝使ったら私が飛んでいこう、ナイス。さああとはここ耐久しようか、俺が、うん、おでんさん変わりましょう、私に任せてください、ここは、はいここ、うん全然違う、よしはい、え待って一発、オッケーです、やばい、やばい逃げだ、やめてください、離して、オッケー、あぶ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 、うんで無敵あるからちょっと時間耐えれる、うんうんうん、さあ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 どこで離すかな、ここでした、ここでした。さあでいきなりスクリーチ行っちゃいます、オッケー。やばい、ナイスナイスナイス、いけいけいけ、よしナイス式、ナイス式、ナイス式、ありがとう。はいということでですね、終了でございます、ありがとうございました。という中で、まあ、今回ねこの5キャラクターあったんですけども、はい、まあ個人的にね、まあ使いやすかった、まあ環境良かったなっていう順番をちょっと発表していきたいと思います。はいまずはですね、やっぱ一番はこいつだね、うんキング、ほんともうね最後のもうラストのラストまで気が抜けないキャラクターだしね、移動早いしアタッカー借りまくれるしっていうところでね、もうほんと強すぎますという感じですね。で続いてはですね、俺の中ではこいつかな、はい、フィルムストロングワールドの式ですね。はい、これがまあ、シャンクスがいなくなったとしても非常に使いやすい。うん、で、やっぱ移動スキルもあるし、割合ダメージの残波もあるからね。まあ、ゲッタードモだったり、まあ、アタッカーレンジにもしっかりとダメージ与えることができるよね。はい、ということで式でしたと。で、続いてなんですけども、はい、続いてはこちら、ヤマトですね。まあ、ヤマトと式、まあ、正直、まあ、どっちもどっちって感じかな。まあ、シャンクスがいなくなった分、このカウンターのね、成功率がまあ、非常に上がったと思うので、ヤマトもね、株が上がってるキャラクターになるのかなというふうに思います。はいで続いてがですね、こちらコウズキおでんという感じで、やっぱりシャンクスがいるからねちょっと鬱陶しい。やっぱりシャンクスいるとき、まあ、さっきみたいになってしまうので、うん、倒せないしね、旗握ってしまってもねっていう感じなんだよね。はい、まあ、なんで、まあ、おでんさんでしたと。でラストがですね、やっぱり別れ入りですね。ちょっとね、あの使っててやっぱしんどいっちゃやっぱしんどかったですね。うん、まあシャンクスがいくら減ったと言っても結局ゲッターを止めるウタちゃんがやっぱり増えてるから一緒なんですよね。結論一緒なんですよね。はい、
学んで、まあ、シャンクスが居すぎた環境よりかは、参るようにはなったけども、まあ、ちょっとね、気持ちしんどい部分も、あるかなという感じですね。はい、まあ、てな感じでこんな順位に、個人的にはしております。はい、まあ、なんでぜひともね、皆さんもゲッター使って旗抜いて、試合に勝っていってください。てな感じで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。